インラインホッケーインラインホッケーは、ホッケー競技の一つ。インラインスケートを履き、スティックでパックを相手ゴールに入れると得点になる、ローラースポーツ。氷上ではなく、乾いた路面で、インラインスケートを履いて行うアイスホッケーと理解して、問題ない。アメリカでは、ローラーホッケーというと、一般的に、インラインホッケーのことを指す。インラインホッケーの国際競技連盟としては、ワールドスケートと、 国際アイスホッケー連盟が存在し、それぞれルールを定めている。インラインホッケーは国際オリンピック委員会公演ワールドゲームズ正式種目だがこれはワールドスケートのものである。国際アイスホッケー連盟は2018年から2020年まで世界選手権大会を開催していない。アイスホッケーと似た感覚でプレーができるためスケートリンクが充実していない地域で、 アイスホッケーの代わりに普及されたり、下記のアイスホッケーのトレーニングとしてプレーされることがある。アイスホッケー、インラインホッケー双方をプレイする選手も多い。北米では一定の人気を集めており、いくつかのプロインラインホッケーリーグが存在している。日本においては、まだまだマイナースポーツではあるが、第11回全日本選手権大会等も行われている。 関東学生インラインホッケー選手権大会も開催されている。参加大学は日本体育大学、筑波大学、青山学院大学など。競技場、インラインホッケーリンク人数、ゴールキーパー1人、プレイヤー4人国際的なルールが2つ存在し、またリーグや地域によっては国際的なルールとは異なったルールで試合を行う、等、国際的に統一されたルールは存在しない。 プレイヤーが着用するヘルメット、グローブ、エルボーガード、ショルダーガード、レッグガード、スティックはインラインホッケー向きに最適化されたものもあるが、基本的にはアイスホッケーで使われるものと同じものである。パンツはアイスホッケーと異なる。アイスホッケーのパンツは腰から太ももの部分までを覆うプロテクターと一体化したものだが、インラインホッケーのパンツは プロテクターはついておらず、腰から太ももの部分を防御するガードルとレッグガードを着用した上から着用する超ズボンのようなものである。ゴールキーパーの防具も同様にアイスホッケーと同じものを使用する。スケートはアイスホッケーのスケートのブーツにローラーを固定するシャシーがついている。シャシーとローラーは条件に合わせて組み替えることが可能である。 アイスホッケーのスケートと同様にゴールキーパーは専用のスケートを使用する。アイスホッケーのスケートからブレード部分を外し、インラインスケート用のシャシーをつけ、インラインスケートとすることも可能である。インラインホッケーでは円盤状のパックを使用する。アイスホッケーのパックは陸上ではスムーズに滑らないので、インラインホッケー専用のパックが使用される。アマチュアなどではボールが使用されることもある。 例えば、インラインホッケーの日本代表には、アイスホッケーの日本リーグや、アジアリーグに在籍していた元プロ選手が多く、選ばれている。ノースアメリカンドーラーホッケーリーグや、プロフェッショナルインラインホッケーアソシエーション等、ありがとうございます。